はいと、1月1日になりました。そうだ、年賀状来てるかな？光ね。うわ、すげえ！ときめきマックスの年賀状見えたし、もう満足だな。僕はもう満足だ。お、来たー！来たよ、ことこが。ことこちゃーん！うえー、あ、ことこ、びっくりしたよ。明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。そんな風に礼儀正しくされると緊張しちゃうな。ところ、あ、そう言っ行てこくれると思っていたわ。う行こう。どうぞごゆっくはい、ごゆっくりしまーす。り。当たり前じゃないの。邪道だな。さすがに見つけ当もバッチリ然だね。ね。と言いたいと。まあ、去年やってるけどな。去年やってるし、久々と言っても去年やったら久々にならんだろ。初詣って、混んでいることを除けばだい。そうかな。俺は混んでるから楽しいとは思わないんだけど。ん？思うけど。それは言えてるわね。どうしたんだろう。今日のことこ。えらく素直だぞ。いいね。さあ、何をお願いしよう。学問。あ、おみくじだ。おみくじ引こうよ。私は引かないわ。あなた一人でどうぞ。そっか、去年大吉だったもんな。どうしてさ、ことこおみくじ好きだったの？ありえないとは思うけど、受験前に大凶でも出したら、私確かに悪いけど、真剣になりすぎだよ。大凶出たしな。初詣って心が現れるってことよ。ああ。また行く。まあ、確かにな。何か。何も冗談が通じない。怒っちゃってるよ。え、怒って帰るんかい。まあ、それもありかもな。今回はスケート場に来てまーす。まあね、パンフレットでね、スケート場あったんでね。滑ってたでしょ。うん。記録は数メートルだね。お、上手。一番下はないな。まっすぐ滑ってたよ。今日はなかなか。おーい。じゃあ、今回は山に行こうと思ってます。山でもね、ここね、イベントがあるというね、特別なイベントだね。多分 CG もらえるんじゃないか。おー、この時点でちょっと天気は悪いけど、これくらいなら大丈夫かな。じゃあ行きましょう。完全に専用のあれだよな、グラフィックっていうか、立ち絵だよな。こんなんあるんや。滑りたくない。大体なんで滑らないで。滑ると楽しいよ。滑ればあったかくなる。うわ、どっちかな。俺は楽しいの方がいいな。そんなものなの。うん、いいよ。とりあえず止まり方を教えるよ。スキーは、スキーを歯の字にするんだ。なんだ。あ、ちょっと待て。理屈だけじゃダメだってー。大丈夫よ。ドーン。結構難しいんだよな。結構痛いんだよな。次 BGM が。やっぱり大丈夫。すげえ。最悪よ。私二度とスキーはしないから。初回がこれじゃあ、次から誘っても無理っぽいな。すげえな。記憶力がいいのが恨めしいわ。ああ、悪いか結果になるよね、これイベント。なるほどね。これでときめき度下がって、最終的に最悪な状況になったら最悪だと思ったけど、大丈夫でしょう。バレンタインデー来ました。受け取って。あれ、光ときめいてる。お、来た、本命。あれ、みなずきさん、どうしたの？
その服レイからもらったの。僕から一生懸命に作ったの。もらってよね。あ、ありがとう。嬉しいな。本当に嬉しい。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。嬉しいよ。ならよかった。愛情も褒めておいたから。愛情って聞こえた。え、なんでもないわ。これ言うところ、ちゃんと言うところいいな。でもやばいぞ、光がマックスになったぞ。ときめきど、多分だけど、わからんけど、電話しただけで。これまずいぞ。これエンディングが変わるぞ。最初はね、一人エンドにしたかったんだよ。もう光は普通のエンドみたいな感じで。マジか。次やるときでもいいんやけどな。光を爆発させてからさ。あれ、光とコトコだろう。どうしたんだろう。あれ、あー、やっぱりときめき、ときめきが二人ともなってるな。俺はいない方がいいみたいだな。あれ、やっぱりあれだな。来たか、イベント。今2月の27だったかな。あれ、コトコどうしたの。ねえ、誕生日の贈り物受け取って。誕生日だった。誕生日だった。完全に忘れてた。完全に自分の誕生日忘れてたわ。あ、でもこれで光のプレゼントがないぞ。光からのプレゼントがないぞ。おわっと、これはもう終わるぞ。この坂を高校生として登るのも今日で最後なんだよな。うえー、赤いてか、ホムラちゃんがな、ときめきマックスになった時の状態もちょっと見たいな。このやつもな、こうなると思ったよ。卒業式も終わっちゃったな。うん、あ、コトコ、これから部室の掃除をするのよ。最後だから手伝って。うえー、え、俺が嫌なの。私がこうして呼びに来たのに嫌だっていう。いや、そういうわけじゃないよ。うん、最後だし思いっきり綺麗にしよう。茶道部室か、もうお別れなんだよな。ちょっと寂しいね。あれ、コトコ、つったってどうしちゃったの。私ね、この部室にいる時だけほんのちょっと自分の姿が見えたの。自分の姿？どんなに動揺しても、どんなに混乱しても、この部屋に戻って深呼吸したら我に帰ることができた。でもそんな茶道部室とも今日でお別れ。これからはちゃんと一人で考えて行動しないと。なんていうか、コトコじゃないみたいだ。ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？あ、光の親友っていう割に俺のことを目の敵にしてさ、ちょっと困ったよ。若いよね、私。え？光のことを応援しようって、そう思ってたはずなのに。私、コトコ、ごめんなさい。でもこれだけは言わせて。私、あなたのことが好きよ。俺もコトコのお母さん好きだよ。うん、好きだよ。私、嬉しい。伝説の彼が
ならないはずの。私みたいな。そんなことはないさ。この学校の女の子には誰だって祝福を受ける権利があるんだから。かっこつけてるつもり？らしくないわよ。そうかな、でも私はそんなあなたが大好きよ。こうして俺の高校生活3年間は幕を閉じた。思えば本ばかり読んでいたような気がするが、ともかく成績優秀のうち卒業できてよかった。とりあえず二流高校にも合格したし、何も言うことはないな。そういえばこの子は三流大学に通うことになった。何やってんの。学校は違うけれど学生同士だし会える時間は多いと思う。彼女は気が強いけれど、お互いにフォローし合いながらいつまでも二人で歩んでいける、そんな気がする。この学校の伝説が永遠に語り継がれるように、俺たち二人の愛も永遠なのだから。あー終わったな。よかったな。次回はね、次回やるときはね、いらないところはね、どん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 ね、カットしていくけどね、もう最後のね、指導員メイのね、あの言葉はいらないような気がするし。はい、終わり。ここ飛ばせんやん。やっぱ主人公顔見えんな。顔見えんな。はい、ということでアルバムが追加されました。初めてのデート、カラオケボックス、まあいろいろあると。あ、池ほんといっぱいあるな。こたつね。あ、オッケーオッケー。はい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 。簡単スケートリング、廊下多いな。話す前が同じ服だ。めっちゃいっぱいあるな。カレーはダメ。うん、これイベントだもんな。南大門ホテルで、サッカー観戦、文化財で、結構いっぱいあるな。結構いっぱいやったな。もうガタガタすぎて全然見えんけど。全然見えんけど。望遠鏡で、望遠台で、やっぱりバカや、バカや、やっぱり。とりあえず仲直りと。結構あるな。渾身の地域、一瞬だったけどな。これボタン押してないの勝手にすんだもんな、この時。びっくりしたわ。悪いな、私、プールで。うぃ、いいね。体育祭で。わー、ちゃんと、これが全部見えるのいいな。まあ、おそらくだけど、まあ、やり続けたらどんどん増えるんだろうけど。まあ、さすがに全部やるのは無理だな。仕込みはどう？あー、これ倒れた時な。あー、いいね、いいね。雪だるま。あー、これ最後ら辺にやったけどね。でも、これすげえな。山行っただけで2つもね、取れたからな。おい、秘密の会、秘密会議。この秘密会議はよくわかんねえんだよな。一瞬で終わっちゃったからな。まあ次回だな。うん。まあ次回なのか、その続きをそのまま動画にするかはよくわかんけど、とりあえずアルバムに、ん？ここに入れとこう。オッケー。アルバム完成。覚えてます。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回というか、まあ多分動画でそのままつけるかもしれないし、まあ、やっちゃうかもしれないんですけど、次はね、コトコ編の、あれだ、光がときめきになってる状態で、もう一つのエンドを見ていきたいなと思っております。あと一つは9月に実は
動物園に行くとイベントがあるので、そのイベントもね、やってみようかなと思っておりますので、ご期待くださいませ。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。